これが本物のノートです。バカだ。三上の使ったペンと同じペン、筆跡まで完璧に真似し、外見中身ともそっくりに、ジェバンニが一晩でやってくれました。何かからくりが。まさか三上が裏切って。違いますよ。これをよく見てください。ノートに高田の名前が。僕が高田を殺したその1分後の設定。まさかあの時三上も。神は見張らぬ動けぬと。そうです。26日、高田の誘拐の報道も。三上は銀行に行っている。私